ニレのの樹木の総称である。日本でニレというと、一般にニレ属の一種であるハルニレのことを指す。紅葉樹であり、かつ基本的に落葉樹だが、南方に分布する一部に、繁盛緑樹のものがある。樹高は10メートル未満のものから大きいと40メートルを越すものまである。最大種は、中米の熱帯雨林に分布するウルムスメキシコナという。 種で樹高80メートルに達する。樹形は比較的低い高さから幹を分岐させ、どうかの毛焼きなどとよく似る種が多いが、比較的まっすぐ幹を伸ばすものもある。樹皮は灰色がかった褐色で縦に割れる種が多いが、一部に平滑なものもある。枝はまっすぐでなく、左右にジグザグに伸びる。葉は枝に誤生し、葉の基部は左右非対称になることが多い。 葉は先端に向かうにつれて急に尖る。お表のように複数の先端を持つ者も,も多い。葉脈の形態は中央の一本の主脈から側脈が左右に分岐する形である。ニレカでも絵の貴族、裏白絵の貴族、無垢の貴族などは主脈が三本に見える三行脈である。ただし、これらは最近はニレカでなく朝霞に入れることが多い。葉の縁には虚子を持つ。 ニレ族は二重巨子と呼ばれる巨子を持ち、大きな巨子同士の間に小さい巨子を挟む。これに対し、ケヤキ族は普通の巨子である。花は、両生下、花粉の散布方式は風媒であり、花は地味である。種子は、扁平な喧嘩で膜質の翼を持つ。斜面下部、谷沿い、川沿いなど湿潤で肥沃なところを好む種が多い。また、幼樹であり、日当たりを好む。 花は、風梅花であり、ほとんどの種類は春に花を咲かせる。種によって芽吹く前に花をつけるもの、芽吹いた後花をつけるものがある。一部の種類は秋に花をつける。果実は開花後数週間で熟す。種子は、風散布、放火更新、倒木更新もよく行う。何種類もの昆虫が、ニレのいろいろな部分を餌として利用している。ヨーロッパでは、ニレとブドウは、 両縁の象徴とされる。この風習は、もともとはイタリア由来とされ、以下のような話がある。古代ローマ時代からイタリアではブドウを仕立てる、支柱として、ニレを使うために、ブドウ畑でニレも一緒に栽培していた。成長したニレは、樹高3メートル程度のところで幹を切断する。ニレは、砲芽を出すのでこれを横方向に仕立てて、ブドウの鶴を絡ませてやるのだという。 古代ローマの詩人オウィデウスはこれを見ていたく感動し、ウルムス・アマット・ビタム、ビティス・ノン・ディシリット・ウルマムという詩を読んだ。この話は、ローマ神話の神で恋仲だった季節の神ウェルトムヌスと、果実の神ポーモーナの話としても好まれ、ルネサンス時代には、絵画の題材としてもよく描かれた。他にも北欧神話に登場する人類最初の、男女アスクとエムブラのうちのエムブラが、 最高神オーディ林に息を吹きかけられたに入れから生まれたと、される。ギリシア神話では、詩人で、盾ごとの名手だったオルペウスが妻の死を痛みに入れの木の、舌で泣いたとされ、悲しみの象徴とされることもある。成長が早く移植が容易また樹形や鮮やかな新緑が、魅力的で爽やかな印象を与えるためか外路樹や、庭園樹への利用が多い樹種である。 秋の紅葉も見事であり、ヨーロッパなどでは風景画の題材としてもよく描かれた。日本では北海道大学校内の二例並木が有名。盆栽にもなる。新材と偏材の境は明瞭、やや硬い。比重は0.6程度。空気に触れなければ腐りにくいといい、ヨーロッパでは水道管に用いた。また一位の代用として弓にも使ったという。 和太鼓の銅材には、毛焼きが最高とされるが、ニレが代用されることもあるという。しなやかさがあることから古代エジプトでは、チャリオットの車軸に使われていた。キキンジなどに種子などを食用とする場合がある。演技式では特に後期のない本種の樹皮の粉を使った、ニレニという名の漬物が記録されている。アメリカ産のユー・ルーブラという種の内樹皮は、胃や喉の炎症を沈める効果があり。 FDA に認可された数少ない木薬の一つとなっている。小枝や葉は家畜の資料としても使え、ヒマラヤ地域などでは今も使うという。ニレは身近にある木で関心が高く、それでいて地域差も激しいのか、研究者によって相当の相違がある。学名の異名であるシノニムも数多く、ずらっと10個以上並ぶ種もある。日本には春ニレ、秋ニレ、 お表の三種が分布する。ありがとうございます。